ピースに行くと若手の杉田です。こんばんは、マフィア梶田です。なんで笑うんだよ、本当だもん。いや、まあそれは確かにあの現場はそうでしょうけど、やっぱ杉田さんが若手って言っちゃうとちょっと笑っちゃいますね。若手でもう若手じゃないですよね、他の現場だと。さすがに、うん、そうだね、一番上もあるね。ですよね、うん、もう中堅からベテランですもんね。ワンピー言ったらもう、うん、新人だよ俺。最近なんか現場のみんながすごい俺のジャージをいじってくるの。ほう、一回あのジャージに見えるジーパンで行ったんだけど、あ、はい、やっぱりジャージなんだって言って次のあの今日のズボンあのジャージじゃないのかって言って、なんでみんな俺の服いじんだよすぐよって。やっぱ一番その現場では下だから多分、ね、いじりやすいんでしょうね。だって次にいじられるの中井さんとかだから。マジかよ。中井くんって今週何ゾロいないよ今の話って言って、うん、金役が、うん、金役があるんです僕って言って。中井は金役低姿勢な人だから、みんなにいじられて。でもあれですよ、現場のバランス考えると杉田さん結構強いボスじゃないですか。だから大変なんだよ。だから裏ではいじられてんのに、うん、本編ではめちゃめちゃ強い。そうね、そういう意味ではなんかこうなんだろうな、初心に帰ってたのと、うん、やっぱり若手中心の現場に行くと、自分がまとめなきゃっていう瞬間が絶対あって。あ、